ラチェット&クランクパラレルトラブル、前回の続きからプレイしていきましょう。さて行こうか。最終決戦は目の前、ストーリークリアの前に甘いアイテムなどをゲットするのがチャンス、最後のチャンスです。最終決戦にレッツゴーで行こう。まあでも何周もいるしな、どうせ皇帝をおびき出すんだ。我が輩がロボットに変装したらどうかな。しかも超巨大な。何の音かわかるかな。よく聞け。恐怖、希望、近づいてくる死の足音。いや、よです。はい、勝った。いつもでしょうって。まあそうだな。だがそれはこの一つの次元だけの話だ。他の次元は世は優しすぎるのだ。だがな、支配されないファンがいるのはかわいそうだ。ではこの素晴らしい瞬間を祝って征服旅行を提案した関心なドクター君と乾杯するとしよう。ご褒美は彼の次元へ侵略だ。はる、まず手始め、メガロクリス。いや、新しい名前はニューメファリウスシティ。文字通りやることの次元が違うよな、ネファリウスとは。いつ出発する？行こう、すぐに。きっとはまだ来ないのか。これはメガロポリス。残念ながらその様子。なんとかしよう。めっちゃ逃げてきてるな。皇帝が私たちの次元まで占領しに来てるっす。よし。毛玉って普通に かつての敵がやっぱ味方になってんのすげえ熱いな。よいしょ。とりあえずこれで。よしよし。微妙ってなんだ。くそ。いろいろ使っていきたいけどな。ボンバリア。よしよし。残りスナイパー、あれか、スナイパー。スナイパーにはスナイパーでいくか。よいしょ。半押しって難しくないこれ。よいしょ。よいしょ。わかってるよ。ボンバリア。よし。ウォーモンガー。あら。これ難しいな。ロックオンされないんだもんな。いった。よいしょ。やった。ウォーモンがでかいけど当てづらいな。よいしょ。ウォーモンガーでいこう。はい。倒しきれないのかこれ。そんなめちゃくちゃ強いわけじゃないんだな。よいしょ。スナイパー全部倒したね。オッケー。よし、ボルトを回収させてくれ。よいしょ。どうしよう。拷問が。よし。もう弾なくなった。早いな。バーズブレイド。よしよし。
はい、なくなった悪魔。ドビュー、よしよいしょ。で、どうしようか。よいしょ。ファンギャポインスプリンクラー、ブラックホルストン。あれ、ちゃんと落ちてなかったな。よしよし、いった。待って待って待って、もうライフがないんだって。回復なかったっけさっき。探すか。あった、やった、よいしょ、回復回復。よしよし、多分こういうのは向こうにもあるもんだろう。ないか、もうないか、さすがにないか。うわ、めっちゃこっち向いてる、危ない。やー、もう危ない。面白いな、あの避け方面白いな。バースブレイド、よし、オッケー、よし、先進もう。こっちでいいのか。次元のヒーローなのか。滑稽だな。この前みたいにはいかないぞ、ネファリウスたち。であれば特別なおもてなしを用意しよう。新しくあつらえたパワースーツぞ。あいつら、どこへ。何するつもり、ネファリウス。感情を調べるって書いてある。え、でもこんなの、あ、危ない危ない危ない。上で R？ うえぇ、これハードスーツって危な。あんなんどうしろっつんだよ。無理無理無理、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って。ウォーモンが追放したと思った。やばい。いや、マジか。なんだあいつ。やってやろうじゃない。やばいやばい。このザコも邪魔だな。ちょっと待って、ボムバギア出して。もう総力戦で行くしかないな。これ出して、ファンゲ出して、エグゼス、いや、ブラックホールストームで いけるか。よしよしよし。いいぞ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 。オッケー。この程度では効かぬ。そうかな、結構効いてるように見えたけど。そうであーる。おー、クォークもいいんじゃん。貴様がしでかした破壊行為、残虐で暴虐な悪逆もおしまいだ。どうかな、惚れ惚れするね。決まったね、もう行っていいよ。行っていいよってなんだよ。一緒に戦おうよ。最高。次はラジェットの番か。オッケー。そう、たまたまたま。わくそ、普通に敵がポイズンスプリンクラー撃って、バンギャ撃って、ボムバリア撃って、拷問が、おっ、こいつにもこうなるんだ。すげえ。みんなモニ
楽しい。とても楽しい。オッケー。でももう一回。マジこうなるのいいな。よいしょ。オッケー。これが黄金がよ。黄金がよりもさ、ポイズンスプリンクラーが強いんじゃない？その説はあるな。よし。ブルーハンド。あ、くそ。足りなかったか。ちょっと待って、ボムだけ使うか、もう一回。で、どうしようか。ドイルハンドでいけるかな。よし。まだあれか。50%でもあれか。ダメなのか。モニターってどこだよ。よし。ポイズンスプリンクラーからのブラックホール。ブラックホール。よし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 。おい。あ、くそ。よし、25%までいった。ネファリウス痛がってんな。その態度も激励。やばい。ポイズンスプリンクラー。危ない危ない。で、ファンギャ使って、ボンバリア。あ、当たったこれ。大丈夫か。当たってなかったね。オッケー。勝利を収めてきたと思うか。数え切れぬわ。貴様の世の戦利品となる。はい。オッケー。もうちょっと。あ、弾がない。弾がないか。ボンバディア。で、バズレード。なぜ世に。もうちょいだ。あんま効かないんだよな、これ。よいしょ。オッケー、レベルアップ。もうちょいだと思うんだけどな。ボンバリア使って、ファンギャ使って、ポイズンスプリンクラー使って、久しぶりでもないか。エグゼスターで行こう。あんま届いてない？もしかして。やっぱ距離が足りないのかな。ヘッドハンター。よし。あと一発か。当たれよ。よし。やった？やったな。ほい。オッケー。え、なになに？おいおい、どうしろ。どうしろっつうの。あ、やっちゃった。あー、すごい、みんな頑張ってるのに。あ、いいよ。どうやって行けばいい？これ。あそこか。よし。よっか。よっ。はい。おっ、飛べ。よし。どっち？どうやって？ナイス。あれが心臓っす。あれを壊せば、ネバリウス。ああ、あの赤いやつか。オッケーオッケー。ファンギャ、ボンバリア。よしよし。で、バズレード。いけるか、これ。よいしょ。無理無理無理。よしよしよし。ちょ。バーズブレイド玉切れだ。じゃあ、ウォモンガで。
貴様らの脳みそでは想像もできない攻めくを与えるつもりである。よいしょ、聞いてるぜ。なぜ。よし、ボンバディアで、どうしようか。ブラックボルストン、やった。わしが次元を征服できなかった理由はこれよ。なんでお前が得、あ、やべ、危ない。ちょっと待って、それはいずれわかる。なんで得意げなんだよ、もうネパーリウス立ち。ボンバリア、ちょっとやばいな。ポイズンスプリンクラーね、ファンギャ、どうする。エグゼスター使うか。わかってるよ。オッケー、これで終わりよ。よいしょ、いった。あ、あれか、なん残ってたのか。拷問が、よいしょ、よいしょ。どうしようか。ボンバリア、ボンバリア使ってファンギャ、何で行く。バズブレイドで行くか。だいぶ効いてるしな。よーし、オッケー、やったぜ。行こう、最終決戦だ。最終決戦だけど割と早そうだな。やばい、絶対やばいと思った。くっそ、ポイズンスプリンクラー使おう。で、ファンギャで、ボンバディア確か2つ使えたよね。よし、で、悪魔で、どうする。拷問が、よいしょ。あ、ほら。どうしよっかな。ポイズンスプリンクラー。よし。ポイズンスプリンクラー、本当に強いよな。よし。これで、拷問が。ほら。そんな強くねえぞ、あいつ。よし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 、悪魔で、バズブレイド、だいぶ湧いてきてんな。よいしょ、 OK。 あー、もうキットが来るだけで、来るとは思ってたけどさ、最高すぎても
よし。オッケー。ボイドンスプリンクラーで、バンギャ、ボムバリアで、どうしようかな。何がいいんだろう。ウォーモンガー。え、マジで。ちょ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 、悪魔に、どうしよう。ブラックストーム、ハイデスじゃないんだよな。よし、なるほどな。ああやって攻撃するんだ。ポイズンスプリンクラー、ファンギャで、リコセットを強くしてればここで使えたのかもしれないな。狙うか。よし、ういまだか。くそ、結構な数いるな。ポイズンスプリンクラー、ファンギャ、ボンバディアがない、バズブレイドもない。どうしよう。ライトニングロッド、いけるか。ライトニングロッドで、よし、いけるかこれ。よし、あ、なんかちっちゃい魚みたいな、魚が来たけど、いっぱい。いないね。おいおい、弱決めた。すべての人間、あんたはここで負けるのさ。やばい。あ、おお。これどこ行きだろうな。落ちないか。なるほど。この仕打ち許さぬ。頼む、二人なら勝てる。もう二人もいらんのじゃよ。ネファリウスだな。ネファリウスだな。君たち本当イケてるよね。お互い様だろう。クランク、やっちゃって。遠慮なくやっちゃうっすよ。言ったこと謝るよ。友達だもん。ありがとう、戻ってくれて。じゃあ相棒。この次元もすっかり片付いたな。そうね、この次元ヒーローが2組もいるんだよね。なあ、帰っちゃう前にちょっと寄り道してかない？どこ向かう？わかってるだろ？あれはみんなです。
面白いな、ラチェット&クランクは。はい、ということでこれにてラチェット&クランクパラレルトラブル終了ですね。まあこれ終わっても俺はね、裏でっていうか、まあ動画ではこれで終了ですけど、こっからね、あの最強武器を2周目で手に入れていろいろやってっていうのをやっていくので、これからもねまだ続くんですけど、やっぱあれだな、過去作全部実況でやり直そうか、なんかやり直したくなった。あ、ローレンス、ローレンスめっちゃ似てんな嫁さん。ローレンス3やり直したいな。3が一番思い入れがあるっていうかさ、なんか何十周とやったからさ。いやいや、とにかくやっぱね、爽快なのも楽しいし、物語もさ、王道といえば王道だけどさ、だからこその楽しさっていうのもやっぱあるし、今回やっぱさ、こうラチェットとクランクはもうその相棒としての絆っていうかさ、そういうのがもう築き上げられてさ、もうこれ以上ないっていう状態だったわけじゃん。そこに対比しての新たな二人のペア、二人のペアっていうとあれだな、一組のペア、やっぱいいな、いいな。やっぱキャラが魅力的なのかな、やっぱ大きいんだよね。でなんか知能を持ったウイルス云々の話はどうなったんだろうな。あれって片付いたのかな。こいつも抜け目ないよな。ゴミ捨てに使うんじゃないよ。いるのかな、ロンバックスのいる次元あるんだろうな、あるんだろうけど、それをどうなんだろう、次探しに行くのかな、どうすんだろうな。もう次やりたくてしょうがないよね。プレイステーション5の発売が決まってさ、その時にこのラチェット&クランクの新作も発表されてさ、いやもうずっと楽しみにしてたし、楽しみにしてたその期待値をはるかに上回ってくるというか、想像通りだけどはるかに上回ってくる部分もありみたいな、ほんと最高だよね。クォンタムめっちゃ好きだもん。こんなん好きになるでしょみたいな。なんだろうな、悪役も含めてさ、嫌いになるキャラっていないなって思うよね。ほんと珍しい作品だなって思うよね。愛される悪役、まあ皇帝はあれだったけどさ、なんか本当に悪役してて、その隙がな、まあ最後の最後甘かったけど隙がないというかだったけど、まあ、ドクターネファレスに関してはさ、結構隙っていうか、なんか甘いというかしょぼい部分もねやっぱあったりとかさ、憎めない部分っていうのはやっぱあったりとかさ、憎めないじゃないな、憎さ余って可愛さ100倍みたいな感じだったりさ、本当にみんな魅力的なんだよね。いやもうクォンタムめっちゃ好きなんだけど。とにかくクォンタムが好きだわ。これ何持ってんだろう、飲み物かな、飲めなくね。
これスキップできないだろ。あ、これあれなんだ。元のというか英語の声優さんが歌ってんだ。歌うんだな。あ、やべ、ごめん、おっしゃった。おめでとうございます。メインストーリーをクリアしました。チャレンジモードがアンロックされました。武器はそのままによりハードなストーリーモードに再チャレンジします。新しい武器のアップグレードを手に入れ、ボルト倍率ボーナスでボルトをどんどん稼ぎましょう。新しいチャレンジモードはタイトルメニューからいつでも始められます。やり残し要素を終わらせるために最終決戦前に戻るか、終了してタイトルメニューに戻りますか。まあ、タイトルメニューかな。はい、ということで、これにて、ラチェット&クランク、パラレルトラブル、終了ですね。お付き合いいただきましてありがとうございました。また別のラチェット&クランク、初代は、実況動画としてプレイしているので2以降またやっていこうと思っておりますので、ますのでどうぞそちらもよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。